障害者らへの不妊手術を強制した旧優生保護法をめぐる訴訟で、被害者や支援者らが最高裁に対し、被害の救済につながる判決を求めて署名活動を行いました。神戸市内で署名活動を行ったのは、歩む兵庫の会と支援者らによる全国組織、優生連のメンバーです。国が障害者や精神疾患がある人に不妊や中絶手術を強制した旧優生保護法の下では、全国でおよそ2万5000件の手術が行われました。被害者らは全国で賠償と謝罪を求めて提訴し、高裁ではこれまでに4件が原告勝訴となった一方、20年が過ぎて賠償を求める権利が消滅しているなどとして2件が敗訴となり、いずれも上告されています。20年経ったから許されるようなんて罪じゃないと思うんですよね。ここはきちんと国にけじめをつけてもらいたい。優生連は来年3月までにオンライン分を含めて100万人の署名を目指しています。